はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。ももちゃん様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。東京29区のですね、日暮里駅で凱旋してまいりました。お声掛けくださった皆様、ありがとうございました。YouTube 見てますよなんて、結構知ってる人いて、びっくりしたんですけれども、まだまだ知名度足りませんので、知名度を上げる努力をしていきたいと思います。伊藤氏より自称ジャーナリスト山口孝之さんを民事訴訟、これ判決出ましたね。300万ぐらい、山口さん払う羽目になっちゃって、山口さん伊藤を反訴、令和大石明子人を暴力で屈服させようという思い上がったクソ野郎、反訴をすることが人を暴力で屈服させようっていうことになるのかなっていう、この辺から間違ってますけれども、クソ野郎って書いちゃった。で、山口さん、大石を名誉毀損で訴えました。880万円払えと。このうち80万円は弁護士費用でしょうね。東京高裁、クソじじいやクソ真面目、クソ忙しいなど、罵りや協調の意味で用いられる。クソ野郎は品性に欠ける嫌いがあるものの、他人に対する最大限の侮辱表現であるかは疑問。大石勝訴、つまり払わなくていい、一銭も払わなくていいみたいな判決が高裁で出てしまいました。東京地裁一審はね、払えってなってたんですけどもね、逆転勝訴、世論です。なんか笑っちゃった。クソ野郎はいいんだ。結構画期的な判決では、令和にお似合いの汚い言葉。今後は思い上がったクソ野郎は OK というお墨付きが出ました。クソ司法、クソ裁判官、クソ判決。ぜひ国会答弁で使ってほしいわ。クソ忙しい、クソ真面目って明らかに意味合いが違うだろ。大丈夫かこの裁判官。まあ裁判官パヨってて令和をかばいたいのかな。それで無理やりなへりくつこねぐり回して、まあね、民事裁判は真実を追求する場じゃないですからね。なんとなく折り合いつけてくださいみたいな場ですから、刑事裁判は真実を追求する場所なんですけどね。クソ忙しいとクソ野郎は全然意味が違う表現って思うんですけどね、私ね。鬼忙しいって、まあ言いますね。のとね、他人をこの鬼って呼ばわることは、違うでしょ。なんかおかしいよなこの裁判官な。私も河野一族中京の犬で220万円訴えれておりますけれども、河野一族中京のクソ野郎だったら OK だったんだろうかな、訴えられなかったんだろうかな、訴えられても勝てたんだろうかな。ぜひ国会質問や答弁で使ってほしいですね。クソ総理とかクソ法案とかクソ質問とかクソ答弁とか、つんまんない国会中継がですね、格段に盛り上がること疑いなしですよ。国会で品性に欠けるって言われちゃうか。現代ビジネス記事、森山さん総務会長が昨夜菅さん前総理に会って、岸田政権は持たないかもしれない、次はもう一度あなたが総理をやってはどうかと話したそうです。この話を聞いた岸田、飯食ってる最中に激怒、一丸となって危機を乗り越えなければならない時に、そんな話をするとはどういうことだ、ポスト岸田の話すると怒るっちゅうですね。森山さんも信頼できないな。私が自分で政倫審に出ます。党内からはですね、政倫審をやるために、火消しをするために奔走した森山さんに黙って一人で決めて、森山さんに恥をかかせた、総理は非常だと非難する声が上がった、岸田、森山さんが菅さんにすり寄ったなんて話が表に出たらもう出ちゃってますね。現代ビジネス記事にしちゃったのね。俺が恥をかく、その前に俺が先に恥をかかせてやった、森山さんに恥をかかせてやったと、これが前代未聞の総理自ら政倫審出席の裏理由だった模様であります。結構詳しく書いてありました、現代ビジネスに。そんなくだらねえつまらねえことがあったのか。
なんか見返してやるみたいな、世論ですね、これ。なんとも歪小な。権力闘争やってる場合じゃないぞ。もともとが詐欺師を極めた者同士だろうが、政治家なんてってことですか？もう誰も信用できないな。そもそも誰も岸田を信用してない。もう誰も信用しないが、誰からも信用されていない。もともと信用なんかしてなかっただろ。謀反に怯える独裁者みたいなことを言い出したな。増税メガネって言われてんだから、大減税で支持率爆上げだぞ。一丸となって危機を乗り越えて、支持率が危機になってんのは、全部自分らのせいでしょ。自業自得でしょ。何言っちゃってんだよ。少子化対策のためだっつって、保険税増税とかね、森林環境税なんて、変なもん新設して、また金取ろうとするとかね、金取るんだな、俺。決定だから。扶養控除見直して増税とか、どう考えてもね、女性を危険にさらす LGBT 法とか、農業、漁業、林業など、不人気業界の就労で、家族同伴で無期限滞在できる就職移民を増やす、実習制度改め、特定技能、であるとか、育成就労制度で大々的に外国人輸入しようとしているとか、派閥からのバックを記載せずに行方不明金にするとか、党の懇親会に下着ダンサー呼んで大品種買うとか、全部、あんたらの自業自得でしょうが、その危機は。何言っちゃってんだよ話なんですけどね。支持率右肩下がりで、下げ止まる、なんつうの、材料、上向く材料が全然ねえもんね。LGBT 法に反対してた自民議員はですね、一丸となってなんて言われても、知らねえよ。俺らは反対だったんだ、あれ。って、呆れてって思うぞ。それに支持率真っ逆さまで下げ止まる材料ないんだから、全く。次の総理はってひそひそ話もするだろ、そりゃするでしょ。そんなのに目くじら立ててどうすんだって話。ちっちゃい器がちっちゃい、もう鼻くそも入らないぐらいちっちゃい。安倍総理、日刊現代は毎日のように私を人間のクズと書いてますよ。わっはっはーと比べたら、まあ、悲しくなるぐらい小さいですよね。この小ささだとですね、自分が降ろされるぐらいなら、で、やけくそ解散した野田佳彦と同じ行動に出るかもしれませんですね。今後もですね、立候補予定の東京29区、荒川区と足立区の西半分で政治活動頑張ります。自民党青年局懇親会の過激ダンスショーの会費について、岸田総理、国会答弁。懇親会は会費で賄われて、税金を原資とした公費、政党助成金からの支出は行っていないと。自腹だ、言ってましたけれども。世論です。自民党の金には名前が書いてあるのか。嘘つきや泥棒の始まりって、お母さんに習わなかった？そう断言すんなら、ホテルとダンサーの領収書見せろ。息吐くように嘘ついてないか。岸田の嘘は聞き飽きた。参加者が全員議員なら、会費の原資は税金と寄付金だろう。そもそも議員の給料は税金。この懇親会の会費ね、8000円だった。みたいであります。8000円でね、ホテル使用料と5人呼んで25万と言われるダンサー料金を賄えるのか。参加者は50人。つまり、全部の予算が40万円。ダンサー呼んで25万って言ったら、ホテルは15万円で50人分の食事出してくれたの？そうすると1人3000円ってなりますけどね。そもそもダンサーが呼ばれていることを知らない議員もいたそうで、そういう議員はですね、ホテルの懇親会だから、このホテルの懇親会だから8000が妥当って思ったんでしょうね。オプションに気がつかなかったんでしょ。まさか下着ダンサーがつくとは、この金額で、いうことなんじゃないですか。皆さん指摘しているが、議員から会費を取ったからって言ったって、議員の自腹だって言ったって、議員の持ち金は全部税金からの給料か寄付金が原資でしょうが、まあ自分でちょこちょこ商売やってる人もいますけれども、ちょびひげ、私が黄金の馬車に乗っていたら国民の信用を失う、カビや贅沢戒めてましたね。支持率真っ逆さまの岸田総理は、今何を言っても信用されない
狼少年モードっていうんですか、任期満了の9月まで持つんでしょうかね、これね。甚だ疑問であります。その他のニュース、73基の風力発電機があってですね、風力発電のメッカと呼ばれた能登半島、地震に見舞われ、現在も73基全基停止中だそうであります。風力発電の欠点、自衛隊のレーダー機能を阻害する、聞こえないぐらいの低音を発生し、続け、健康被害がある。高すぎて聞こえないのも超音波、低すぎて聞こえないのも超音波っていうらしいであります。鳥がぶつかって死ぬ被害、発電量はお天気任せで不安定、根本的に発電量が少ない、あら、風力発電ってダメなんじゃダメなんじゃ、そのまま廃棄でいいんじゃないの、再稼働じゃなくて、詐欺罪で懲役7年の実刑判決を受け服役中の男性38歳、服役中に投票できないのは憲法違反、訴えてました。東京高裁、制限は合理的、原告敗訴と、原告不当な差別そのもの、やはり人として見られていないのか。不当な差別っつったって犯罪者なんだからさ、刑務所入ってんだからさ、差別なのかそれ。さすが詐欺師、やること違うな。普通のあの囚人はこんな裁判起こそうなんて考えつかないよね、全然。ちなみにあの刑務所で一番尊敬されるのが詐欺師なんですよ。服役者はですね、あの大部分が薬か窃盗でですね、あの知能指数85以下が大部分なので、他人を騙せるほどの知能を持つ詐欺師は一目置かれるらしいんですよね。そんなに投票したけりゃ悪いことしなけりゃよかったじゃん、そもそもが。犯罪者はいろんな人権が制限されるもんなんです。例えば居住地選択の自由や労働の自由など、今はですね、働きたけなければ働かなくてもいい、その代わりお金はもらえないよということになったらしいんですけど、居住地選択の自由ね、自分で俺はどこそこがいいとか、俺はどこそこにいたいとか許されないじゃん服役してんのは。ホリエモンはですね、長野刑務所に行かされちゃって、とにかく寒くてまいっと、言ってましたけども、投票権もそれに含まれるって話でしょ。犯罪者が制限される人権に含まれるって話でしょ。刑務所内にですね、投票所作るのも大変だしさ、外からの情報が制限されてる服役者がね、正常に投票先選べるとも思えないし、自分で好きなようにニュースを見てですね、情報を集めてどの候補がいいかなって判断することもままならないでしょ。ニュース見っぱなしってわけいかないんだからさ。ガーシー元参議、懲役3年執行猶予5年の有罪判決、執行猶予はギリギリついたんで、ガーシー側はこれで満足でしょうが、それじゃ不満足だっていう検察側がですね、控訴するかどうかは不明であります。あとは民事でですね、損害賠償請求されるんじゃないかな。タレントの綾菜さん、プロジェクト中止で1億円以上の損害が出たってあったんで、相当な額請求されそうですね、今度は民事で。5年以上の執行猶予はないので、3年懲役、5年執行猶予は最大なんですよ、実は。懲役3年1ヶ月でもですね、執行猶予つかなくなる、もう本当のギリのギリ、最大、5年も我慢できんのかな、あの人な。また動画投稿再開してですね、変なこと言っちゃってまた訴えられて有罪になっちゃって、執行猶予取り消しになっちゃったりなんかしてね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとですね、たまにその日暮里だの西日暮里だの、まあ東京29区で出没するかもしれませんので、見かけたらお気軽にお声掛けください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。